山口優子は、高知県高知市出身のキャラクターデザイナー。第三代ハローキティデザイナー。サンリオ所属。サンリオでの役職は、取締役キャラクター制作部長。本名は、崎山優子。中学2年生の時、美術の先生に美大進学を勧められ、高校に入ると同時に、デッサン教室に通い始める。高校3年生の時、 How about milk という猫の絵で、高知県の県展の法上を受賞。女子美術大学に合格し、大学進学のために上京する。1978年、女子美術大学芸術学部産業デザイン科、デザイン専攻卒業。1978年、サンリオに入社。1980年、ハローキティの三代目デザイナーに就任する。本人によれば、 最初はキティは、あまり好きではなく、キキララの方が好きだったという。1970年代末期以降に顕著となった、キティの人気低迷を打破すべく、徹底した顧客リサーチを行い、得られた意見に基づいた修正を繰り返した。初期の、くっきりとした黒い輪郭線をなくし、ファッションに合わせて、闘身を変化させ多彩なポージングを可能にするなど、デザインに、創意工夫を凝らすとともに、 世相と流行を敏感にキャッチして取り入れることを重視して、キャラクターの多様性の開拓に注力し、人気の向上に努めた。これらの尽力が徐々に身を結び、1983年のテディベアブームに乗って描いた、テディベアを抱いたキティの絵から派生させる形で、キティの関連キャラクターとして展開させた、タイニーチャムの国内外での大ヒットを機に、キティ人気は、 急速に向上していった。1999年には、キティのボーイフレンド、ディア・ダニエル。2004年には、キティのペット、チャーミー・キティというキャラクターを生み出し、キャラの設定を膨らませた。ハロー・キティのみならず、他のキャラクターのプロデューサーとしても活躍している。例えば、セガ・トイズと共同開発した、ジュエル・ペットのプロデューサーを担当している。テレビ朝日のマスコットキャラクターである。 ゴーちゃんも開発、デザインした。2012年6月、高知県の観光特使に移植されている。2012年8月に、サンリオピューロランドの新アトラクションオープン記念チャリティーイベントとして、キティロバート店が表参道ヒルズで開催。アトラクションのモチーフであるキティ型ロボットを著名人、人気ブランドがデザインした120点が、 一堂に展示された。すべてのキティロボットがチャリティーオークションとなる。ハローキティのファンである世界的な著名人が来日する際には必ず一点もののハローキティのぬいぐるみをプレゼントしている。レディーガが来日の際には彼女の来日時のスタイリングを早急に模したハローキティのぬいぐるみをプレゼントし話題を呼んだ。ありがとうございます。